ハロウクですか。うん、ハロウタ君ほら宮城さんから作ってもらったウェッジで、ありがとうございます。さあそれ持ってんの50度だね、うん、はい、それで練習しましょう。いいじゃん、なんか音がいいね、うん、ありがとう。ねえ、これ遠心力として使える。ママ入れられる。そうだ、宮城さんが56度の方はアプローチの練習をして、その50度はスイングの練習したらいいんじゃないですかって言ってたよ。だからそうそう、宇田くんに多分ちょうど来角っていうか角度が合ってるんで、そのまま練習すればいいと思います。うん、いいじゃん。もうちょっと前傾姿勢を保とう。オッケー。もうだからそれで地面からね、もう捉えられるもんね。うん、うん、だいぶなんかクラブの使い方が良くなってきたね。そのまま、そう、OK。まあだけどあんまり今ちょっと手をちょっと振ったかな、あの、うん、バックスイングで下半身というかね、股関節のあの形を意識して、そうそうそう、はい、そのまま、うん、なんかあのあれ、左手の甲、あの形を思い出して、はい、思い出した、そう、そうそう、そのまま当てる、そう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 、オッケー、オッケーよ。もうこれでレポート終わります。まずこれすごいね、ちょっと宇田君そのクラブ見せてみて、どういうクラブを組んでもらったかというと、見てみて、50って書いてあるでしょ、うん、それがロフト50度っていう、うん、ロフトで、はい、はい、で、はい、シャフトは見せてください、シャフト、はい、これは NS プロの850というシャフト、こっちもそうかな、はい、アプローチも見せたい、あ、アプローチも見せたい、じゃあこの56度でやってください、ま、的の方向に柔らかくポーンポーンって、そう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 、そういう練習がいい。うん、 OK、 OK、 今なんかフェースに乗ったよ。その感じだけ覚えとけばいいんじゃない？あ、こういう感じなんだアプローチって、ってか思えば、うん、はい、じゃあ頑張って練習しましょう。ちょっとじゃあ、え、はい、じゃあ宮城さんに ありがとうって言ってください。ありがとうございます。ちょっとでもちゃんと言って、はい、このゴルフクラブ、フルショットとアプローチ2本ありがとうございます。